皆さん、ヤッホー、リクチャンネルのリクです。今日はまたまた着替えてないのかと思ったはいはい、今日はまたまた前にこちらの動画でこの引き出しの中を掃除したじゃないですか。大晦日の大掃除で、で結構ねコメント欄でもあの机の上本棚もやってくださいっていうリクエストがあったんで、本棚机の上も整理整頓していきたいと思います。いや、かなりねもういらないものも結構あると思うんで、もう何があるかもわからない状態なんで、まあいい感じに片付けられると思います。それでは片付けスタート。はい、じゃあそれでは片付けていきますか。いやね、あのね、ここにね、なんかスクイーズとか置いてあるじゃないですか。でもちょっと最近ね、あのスクイーズ飽きてはいないんですけど、まあ、買うほどは集めてないので、スクイーズをどっかに置いて、この鬼滅の刃のグッズとかも並べたいなと思うんで、こことかも片付けます。はい、袋も用意しました。じゃあまずこのちっちゃいタンスみたいなところにもね、これは使うかな？メモ帳とか、まず一旦出します。メモ帳ばっかりですね。メモ帳、シールとか、あとポストカード、私セーラームーン好きでポストカードとかシール、メモ帳、うわ、モンスターズインクのメモ帳がいっぱいだ。メモ帳、手帳、シールですね。なんかこれいらないでしょ、なんで残したんだろう。してます。で、なんか封筒みたいなやつ、これは残しときます。これもゴミですね。で、気づいた方いると思うんですけど、今下半身パジャマです。いつもね、撮影するときとか、外出ないときがめんどくさいんで、下半身パジャマです。はい、じゃあ2段目はかなりね、いらないのいっぱいあんのよ。あ、ストラップとかは残しといて、いつのお菓子を。これプラスチックの、あの、昔に芽生え紹介したときがあって、その時のスタンプとかまだ残してあるし。で、これはちっちゃい頃作ったなんかです。で、これも使わないでしょ。はい、で、ハサミとか、やっぱメモ帳、付箋とかもまだありますね。これとかも使わないやつとかいろいろある。ボールチェーンありすぎじゃない？で、カード、ハサミ。これは、で、あ、これもなんか昔作ったやつですね。はい。あ、これペンとかは文房具コーナーですね。置いときます。カード。このカードもちょっといらないのいっぱいあるんで、捨てます。使わないしね。あ、これは残しとく。セーラームーンは。これは捨てます。結構減りましたね。これは使えそう、いつか。リボンとかはね。1段目は付箋とかまとめて、で、2段目は適当に入れようかな。よし。じゃあ、付箋、スタート。付箋はね、いつか使えると思うんで、残しときます。よし、じゃあ1段目 OK です。じゃあ3段目も出します。うわー、なくしたと思った櫛とかで、100均の前使ったメイクパレットとか、あの傷メイクの時に使ったやつだよね。血のりとかいつか使えそうで、あ、またプラスチック類来ました。何これ。は3分砂時計、捨てます。うわー、またなくしたと思った櫛発見。うわー、懐かしい、見て。いたずらボディーシール。これは残した方がいいのかな？どうする？これ残す？まあ、いつかこれはハロウィンの企画とかで使えるかもしれないんで、置いとこうかな。で、もう一個ドッキリホラーシールですね。血のり、なんか忘れないやつ。いや、なんか手作りスクイーズみたいなのもあるけど、もう作らないんで。で、サングラスとかね、いろいろあるんで、早速これ全部出して、2段目、3段目、片付けていきます。よし、頑張るぞ。はい、引き出しのね、中身、片付けられました。結構綺麗になりましたよ。すっきりした。いきます。1段目、じゃん。付箋とかメモ帳コーナーですね。結構すっきりした。ぐっちゃぐちゃだったのに。で、2段目が適当になんか、ポストカードとか、1段目、3段目のその他のものを入れました。で、3段目が、折り紙とか、なんか、櫛とか、日用品みたいなやつとか、これ、ウームーさんから去年誕生日プレゼントもらったやつです。はい、こんな感じ、引き出し OK。 じゃあ次はファイルとかいろいろ置いてある場所なんですけど、あのね、結構何年か前、3年くらい前にチャオサマーフェスティバルで無料でもらったファイルとかいっぱいあるんで、そこら辺をもう使ってないんですよ、何年も。なのでそこら辺は捨てようかなと思って、これ ASMR 雪見で使おうとしててまだ使ってないやつ、今度使います。で、これはジブリのなんかマニキュア、あれ、これも
これここじゃないのか。メイクパレット。これは使います。よし。じゃん。まずこれちょっと表はね、見せられないんですけど、2年生の時に使ってたノートなんですけど、これは、残しておきます。で、これ、チャオサマーフェスティバルだ。中は大丈夫かな。テストとか、6年生の時のテストで100点取れたんで、残してあったんですけど、このおそ松さんのやつとか、ハッピーセットのフリキュアのシールとか。で、これが、じゃん。1年生の時の写真ですね。ディズニー行った時ですね。シールはいらない。で、あ、またシールですね。いや、これ可愛くない？めっちゃ可愛いシール見つけた。残しときます。で、こっちもまた、スタンプラインのシールです。じゃあ、そう、これはシールとかは結構集めてたんで残しとくんですけど、なんかのファイルに一つにまとめといた方がいいよね。じゃあ、ちょっとどんどん出していきます。来たよ、次。これ時間かかりそうだな。あ、セーラームーンのポストカードまた見つけました。折り紙セットとか。やった、折り紙。とか、これはちょっと使わないやつですね。シール、これいらないな。もう一回落ちシール。多分ね、紙とかが多いと思うんだよね、私。何かね、やろうと思ってプリントした紙とかがあります。じゃあちょっといるものだけ残して、こういう真っ白な紙とかね、いろいろあるんで、ちょっとそれは捨てます。はい、次行きます。はい、またファイル。これ全部学校のものでした。置いてきます。な、テストのやつとか。あ、で、こう、そう、このファイルとか、めっちゃあるんで、このファイルは絶対使います。鬼滅の刃のね、前紹介したファイルです。置いといて、あ、ウームのファイルで、チャオサマフェストのファイルとかもう使わないんだよ。わお、全部学校のテストのやつです。まあ、受験生なんでこれは捨てないで置いときます。使えるんで、まあ、受験終わったらすぐ捨てるんですけどね。置いときます。で、ファイル、お、あ、これちっちゃい時描いた絵だ。懐かしい、プリキュアの絵です。小学2年生くらい。はい、これは思い出として残して。わ、色紙とかある。そう、色紙とかめっちゃある。これは使います。で、あめっちゃ出てきた。スプラッシュマウンテンのやつとか。はい、これノートですね。ノートとか塗り絵とかある。あ、そうだ、なんか一時期塗り絵にめっちゃハマってたんですよね。一日だけで。自由帳ですね。フィッシャーズさんとはじめ社長さんのやつです。で、エルマーズ。これは絶対に捨てません。もう絶対使うんで、エルマーズです。クリスタ。ハングリーちゃんが遊んでます。はい、で、その他は学校のものなんで見せられないんですけど、これです。はい、こんな感じ。よし、じゃあ使うもの、使わないものに分けて片付けます。大変だ、これは。ちょ、いろいろある。よし、頑張ります。これは使うやつで。はい、ここの本棚終わりました。もう全然、もうめっちゃスッキリした。結構ね、1年生の時の中間テストのやつとかはいらないなと思って、あんま全然使ってなかったんで、実力テストの方が大事だなと思ったので、こうどかしたら結構ね、スッキリしたの。見てください。ノートとか下敷きがメインですね。あとファイルとか、まあ学校のプリントとか残してあって、で写真色紙とかで、こっちが交換機です。じゃあ次は、もっと大変そう。こっちの本棚行きます。いや大変そう。ここはそんないじんないかな。ここら辺にもちっちゃいファイルとかあるんですよね。じゃあちょっと出していきましょう。じゃん。ほら、こういうちっちゃいファイルとかにいらないものとか絶対いっぱい入ってるから。あ、ミニファイルみたいな、これは使えそうだよね。あー、シールが主にあります。スタンプラリーのシールがめっちゃある。シールとかまとめます。こっちもね、いらないのいっぱいありますね。まあ、こっちはちょっと写真とかもあるんですけど、主に折り紙とかが入ってます。まあ、これも分けますね。で、あとは本は、いや捨てないです。本、ジブリの本とか、ハムスターの本とか、シロタンのやつとか、本、ブレムの本と、あと読書感想文の本とか、お菓子作りの本、多いな本、ブレムの本とかね、入ってます。で、これ気に入ってるね、チャオホラーとかは残してあります。はい、じゃあここにはね、主に本とか、なんか、色鉛筆とかが入ってるので、これも分けます。で、下のものは、もうほぼほぼね、学校のものに名前書いてあったりするんで、細かくは見せられないです。まあ、これは見せられないです。じゃん、もののけ姫の本。本多め。本、スクイーズの本。からの、ABC クッキングの
あれですね、作り方みたいなやつです。本がまたありました。本です。まあじゃあ早速こんな感じでね、下も、下の段はやすり使うもの、工作のものとかいろいろねあるんですよ。こんな感じで、じゃあ早速ここも整理整頓していきます。いやー大変だ。よし頑張ろう。はい、もう何時間か経って、でじゃん、本棚めっちゃ綺麗になりました。ここは全然いじってなくて、ここのね下3つが超綺麗になりました。ここがちっちゃい本とか、ファイ、ちっちゃいファイルとか本で、下が大きい、これ全部学校の勉強のやつですね。ノートとか、あとマークとか整体とかそこもんとか、あと隙間にね、チャオの付録とかね。で、一番下はもうでっかい分厚い本です。習字セットとか、チャオ、ジャンプ。で、なんか、プラ板とか、ヤスリとか、で、こっち学校のテストのやつとか。あ、これ思い出した。これね、あの、100均でね、買ったんですよ。缶バッジホルダーみたいなやつ。で、なんか、サイズを忘れちゃいちゃって、未だに使えてないんですよね。残念ながら。だから、このサイズの缶バッジを買ったら使います。はい、こんな感じでね、本棚整理できたのはいいんですけど、また動画が長くなって、ここができなかったの。あの、スクイーズとかキーホルダーがいっぱいあるところができなかったですね。動画がかなり長くなっちゃったんで、まあこれは、どうしよう。今日のうちにやろうかと思ってたんだけどね。どうしようか。これはまた今度ですね。まあね、本当にね、思ったより長くなっちゃったの。ここ片付けて、ここ片付けて、で、ここも片付けたり、そっちにお昼ご飯食べて違う撮影したりしたんで、まあ、かなりね、時間かかっちゃったんで、ここはね、残念ながらできなかった。まあ、どっちもね、私ここ、スクイーズとか置いといてもう触らないと思うんで、もうこういう鬼滅の刃グッズとか置きたいんで、まあ、またいつか、やりたいんで、まあコメント欄でまた見たい方とかはね、ぜひコメント欄で書いてください。はい、ということで今回は机の本棚のところを整理整頓しました。まあまたね、なんかこういう日常系の動画もリクエストとかあったらコメント欄で書いてください。でですね、じゃん、このゴミの量やばくないですか。これ紙類ですね。でこっちがプラスチック類。じゃん、結構いっぱいありますね。まあしょうがないですね。この動画が面白いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。おすすめの動画はこちら、 Twitter、Instagram 概要欄から私のグッズも見てみてください。リクチャンネルでした。バイバーイ。